東洋工後期株式会社は、鉄道車両用電気機器の保守、修繕、各種部品などの生産を行う企業である。かつては、鉄道車両メーカーであった。日本鉄道自動車工業と称した1930年代後半から1940年代に、かけては、大阪、堺の木並車両製造と並んで、小ロットで車両供給を行う新興メーカーの代表であった。 当時の同社について、趣味者の間ではしばしば、日鉄時と略される。日中戦争、太平洋戦争による戦時体制化、戦後混乱期には、物資統制の制約で、大手メーカーから電車等を購入できない、地方施設、大量の企画車両供給を要した、路面電車事業者等から輸送力増強のための、新車需要があった。日鉄時は、 この種の日地需要に応えた代表的な存在で、競合した木並み車両の先進デザイン思考に比べるとどことなく、垢抜けないながらも、半流線型や、開口部の大きな二眼窓を多用する警戒感のある、小型、中型車両を連鎖に供給している。そのうちの少なからぬものが、中古電車、客車の台車、台枠、電装部品などを流用して製造された一種の半、心臓車であった。 タネジや改造に至る経緯、車歴自体に複雑な事情を抱える事例が見られ、趣味者間からも興味を持たれることが多い。戦後に東洋後期となってからは、親会社となった東洋電気製造の仲介で、アメリカのギャットック社からエアスライドに悪装置のパテントを入手、これにより国鉄の私有発破貨車を多数製造した。電車や電気機関車については上新電鉄200。 軽電車や賛義鉄道 ED45 系電気、機関車のような半流線系の車両を地方施設向けに製造しているが、少数事例に止まっている。ありがとうございます。